はいどうもこんにちは、藤本動画藤本です。本日もまた藤本動画アップしていきたいと思います。今回もね、また、ハードフォンをね来てるんですけども、今回来てるお店がね、稲城長沼矢野口店、こちらもね、もう何度もね動画でご紹介してる、お店になりますけれども、今回稲城長沼駅のねスコープドックをねまたちょっとね、写真撮影しようかと思い、そのついでにねちょっと寄ってみる感じです。はい、こちらもね結構でもそこそこねもう前に来た時から時間経ってると思いますんで、いろいろ変わってると思いますんで、ちょっと非常に楽しみです。じゃあ行ってきます。はい、じゃあねお店の方を見ていきたいと思います。じゃあねもうカメラコーナー直行なんですけど、こちらねホビーオフとハードフォンね一緒になってるお店ですね。カメラコーナーのバッグ、ね、こちらカメラコーナーね、結構立派な、ね、カメラコーナーがあるお店です ね、はい、ね、じゃあ、どっちから撮っていこうかな、はい、こっちから撮っていこうかな、はい、ね、こんな感じで、こっちはスマホか。じゃあまずちょっとね、このビデオカメラコーナーから撮っていきたいと思います、ね、8000円。一応ねビデオカメラはねそんなにまあ藤本動画としてはねそんなに需要はないのかもしれないですけども、結構ね、友人でビデオカメラ好きな人がいるんで、一応ちょっとね押さえておきたいと思います。 DJ ポケットの2が 25,300円。おいいですね、今撮ってるこのカメラと同じものです。で、ね、アクションカメラ、下は何だろうか、ね、このちょっと中華っぽいアクション感がある、ね、でスマホ用ジンバルとかね、はい、GoPro 用ジンバルみたいなのありますね。で、うん、下はちょっとジンバル系が多いです ね、こんな感じ。お、懐かしい DV カムテープがありますね。ね、とりあえずまずこんな感じで、上の方にもねちょっといろいろあるので写していこうかな、ね、こんなのとか、これなんだろう、トレース台 ね、防水ハウジングとか、あ、液晶モニターですね、はいはい、これは結構安いね、はい、こんな感じです、はい、ではじゃああとはこっち ね、こっちはねボディキャップだったりとかレンズキャップだったりとかねありますね、はい、ね、うん、バッテリーだったりとか、はい、でかいってことなんだこれ、あーマンタアダプターか、マンタアダプターですね、はいね、でなんだっけ、ステップアップなのかステップダウンなのか分野があります、はい、ね、こちらこんな感じ、はい、で上の方にも、ね、トロピカルとかがあります、カルタ、はい、じゃあねとりあえずこっちをねニュース品のねコーナーからねちょっと見ていこうと思います。はい、アルファ7マーク3ですね、はい、ね、でこれは、ZV-10L、はい、ね、GH5 マーク2、はい、で、はい、アルファ7のね初代ですね、結構サニー系多いね、はい、6400円ありますね、はい、探してみたあの商品、昔懐かしいパナソニック、店内商品すべてパスか、ミパスですね、はい、ニコンは、あなたがけど宝物プロの出会い、どうぞ心に決まりお楽しみください。 How is your dream for this? ね、ハーモンフラッシュ、売ったり買ったりするあなたのお店です。
G7 か、G7 ね、サミットみたいな名前ですけど、はいね、サミットかトライダーかってぐらいで、はいね、G7 になりました。ね、こんな字があって、はい、G5X とあります、はい、フジフィルム X20 お、はいはいはいね、私の大好きなディマージュがありました。ディマージュ200は、ね、持ってるんだよ ね、はい、ね、こっちはこの奥のディマージュ200の箱かな、多分 A200 の箱ですね。箱がこっちに行って、本体がこっちに箱付けでね、行ってみたいです。はい、で、ね、富士フィールド、はい、トルコツ P90 ってのがありますね。はい、で、この辺はコンデジなのかな、ね、ちょっとアクションカムとコンデジの合いなくみたいな、フォトマック、これフィルムカメラですね、はい、F601 が綺麗なんだろうけどちょっと4,400円高い気がする、はいね、ね、でチェキがバーッとあって何かの防水ハウジング、フィルターの防水ハウジングと、あとフィルターですね。フィルターで奥の方なんだろう、いやまず手前を取るか、ね、スワイプのフィルターとか、あとこちらの棚はね、こんな感じですね。はい。じゃあね、お次はこっちのね、ガラスケースをね、見ていきたいと思います。はい。ね。これはなんだ、GH5 Mark II か、これ。で、EOS 6D の Mark II がありました。はい、で、D5500 ドブズームキット。はい、ね。D700。D74,000円か、E74,000円ぐらい、ちょっとね、魅力的ですね。ちょっと今ね、お金があんまりないんで買えないんですけど。D7100とかね。G8 ボディ、G8 ね。ヨスピス X7 ボディとか、5100。ペンタックスですね、はい、ね、なんかシャーセンみたいな赤いペンタックスがあります、で、これはストロボか、この辺は、ね、ストロボですね、クーポンストロボ、縦切りがありますね。今度は縦切り、何用だ、 D800 用とかですね、5,500円、はい、キャノンの縦切り EOS 60G、 これがモータードライブですね、縦切り、ミニチュアトイ、年代物から最新のおもちゃまで、僕の方にも何かあるけどちょっと見えないかな、お持ちいただいたお品物はは、い、こっからレンズかね、ここにレンズありますね、2474,400円、タンブラーか、レンズじゃないね、タンブラーだね、はい、これもタンブラーだ、すごいレンズそっくりですね、これ持ってって、このタンブラー持ってっちゃって、あ、レンズじゃねえじゃんとかってなりそうです、
逆に怖いですね、ここまでそっくりだと。どうぞ心ゆくまでお楽しみください。 Let's enjoy our new flight with Hobby Up。 Hobby Up はうっさりかったりするあなたのお店です。とりあえず、この棚はこんなもんかな、はい、あとはちょっと気になったのは、ね、この辺1脚、3脚か、ね、3万3で両方とも3脚とかがよいしょ、結構コンパクトでいいな、これね、はい、なんかちょっと野鳥撮影とかに良さそうな、ね、雲台がついていますけども、はい、ね、ね、両方とも三脚が上がってよいしょ、はい、じゃあねこちらの棚を見ていきたいと思います、はい、シグマの150600、はい、10万1000円、うん、マウントはあ、キャノンのね EF マウントですね、これも7200、シグマね7200のねここは、これもね、A マウントは僕も使ってますけど、はい、ソニーの PZ はか、電動ズームか、パワーズームですね、はい、うん、よいしょ、はい、ね、で、シグマ 14-24mmF2.8GG っていうのね、上の方がいまいちよく見えない、はい、50mmF1.4 の DG のアウト、ね、アウトレンズですね、これもこれ E マウントね、ソニー E マウントのやつですね、はい、で 24105G ソニーですね、はい、ソニー用ですね、はい、GM2 31万9000円、はいはい、7200ですね、いいな、欲しいけどね、ちょっと、はいはい、はい、ニコンのレンズ、これはタンブラーじゃないですね、はい、あ、USB ドックね、意外と安いんだな、シャフル USB ドック、うん、これも何かあるかな、18150円、4万700円、プラスカルになるよ、よいしょ、キャノンのレンズ反対か、キャノンのレンズこっち側ですね、こっち側はじゃあウィンバスですね、じゃあこっちかと、そちらのキャノンはさっき撮ったよね、多分ね、はい、じゃあね、ミノルタですね、はい、7210のシグマがまた箱付きでありますね、奥は何だろう、あー、あれだね、MD の 50mmF1.7 ですね、時のあったのとか、ガラスの反射がいつも通りちょっときついですけど、はい、奥に何かあるけど奥なんだろうね、なんかレンズ風なんか入れ物があるけど100-300か、100-300、お、サミアンだ、サミアンの FE12mm っていうのがありますよ、22000円、これも2マウントなのかな、2マウントっぽい、違うな、マイクロフォーサー使ったのか違うか、またそうなんだ、
の方にしようかな。19の FE2.8 まだありますね。はいはい、こうしてな、特にシグマが何かありますけどね。3300円、 18mm50mm、 この間にも何かあるけどちょっと見えないな、ね、マウントアダプターとかいろいろ何かいろいろあります。こちらちゃんと、ね、テレコンバーターとかね、テレコンバーターじゃなくてワイコンか、ワイドコンバーターですね。はい、1024mm、 3.5 から4.5、一番6000万。じゃあ、UF マウントになります。テレプラスとか。で、コシノ。よいしょ。ちょっと取りづらいな。そうだね。こちらの方が68万、68万でお待ちのお客様。で査定が終了いたしましたので、帯を買い取りカウンターまでお越しください。ジャンク棚なんですけども、その前にね、こう上の方にね、カバンとか。じゃあ、ここから見ていくか。はいね、ジャンク品、EOS5 のジャンク品2200円、縦繰り付き。あ、7D がありますね。はい、撮影できました。全体的傷使用感があります。バッテリー4本、充電器付き19,300円。これ結構お買い得なんじゃないか、好きな人は。ね、7D ですからね、19,300円だったらいいんじゃないですかね。よいしょ。アルファスイートバッテリーとか、うん、SRT の101ね、なんか SRT の101値段上がった、なんか高いの最近高いよね。 SRT101 のなんかこの魅力に気づいてしまったんですか、皆さん。可愛らしい感じ、ちょっと可愛らしい。こっちまた SRT101 ね、タイマー途中で止まります、シグマのこれ2倍かな、違うか、レンズか、テレコンかと思ったらレンズでした。7300とかね、2個、はい、5万5000円、現在壁あります、うん、壁割りを5万円出す気がない。レトロの話です。動作見かけすごくすごいね。カールサイズはすごいレンズなので、47,300円。この辺はそんなに中に興味ないだろうから、もうちょっと下がって、下がっていっちゃう。はい、ね、で、カメラコーンもね、こんな感じでしたけれども、いかがでしょうか。ここなんか1個だけ。1個だけレンズが置いてあるのかと思って、ウィンパーさん、え、2万2000円のやつこんなとこにポコッと置いちゃうの、うん、はい、なんかポコッと置かれてますけど、ね、こんな感じですね、はい、さあ、じゃあ、青箱を探しに行こうかな。いらっしゃいませ、ゲームソフト、ね、ちょっと青箱コーナーを探しているんですけども、あ、その前にジャンク、セーフチェックコーナーだったな。セーフチェックコーナーちょっとね、はい、こちらですね、はい、はい、
セルフチェックコーナーめっちゃめちゃあっさりしてます。何も置いてない、ね、何も置いてありません。はいね、カーナーね、青バックコーナーね、こっちですね。先ほどのセルフチェックコーナーね、あちらにありますけど、ね、セルフチェックコーナー進んできてすぐのところです。よいしょ、なんかこういう感じで、ね、SFX がありますね、550円、ね、であとはね、三脚とかゴリラグリップ的な、ゴリラグリップ330円だね。あ、これシュレックなんだ。でもゴリラグリップ的なもんですね、シュレックですね。はい、意外とね、前流行ったけど最近あんまり使ってる人見ないですよね、ああいうゴリラグリップ的なもん、うん、よいしょ。さあ、いいね、SRT201 ですね。先ほど6000円ぐらいで売ってましたけど、これは結構ね、550円でやっぱりね、相当ボロい感じになっちゃってるのがね。うわ、さあ、なんかいっぱいあるのでね、ちょっと目についたものだけちょっと手に取っていく形にしましょうかね。 SFX がありますね、これも550円ね。 SFX はもう最近結構綺麗ですね、どこで見ても。実際使えるもん多いんだろうしね、うん、なんかすごいことになって、すごいことになってね、うん、ね、アルファの303とかありますね、はい、アルファの306とかもありますね。はい、じゃあとりあえずこんな感じ、こっちもね、5700i とかがありますね。フードも一緒になっちゃってるんだね、ここはね。ちょっと見づらいかな。こんな感じで、ここは一応ボディもありますね、こっちね。なんかガチャっていきそうだからいいや、ちょっと支えきれない。よいしょ、まあよくある感じのジャンク青箱、これといってお宝が眠ってる感はそんなないかな。はいはい、ね、特にはなさそうですね。これなんだろうね、タムラのね、だいぶボロいね。ストロボとイオスの 1009D がありますけど、なんかね、こんな感じ。よいしょ、いいね、アーマーコーナーね、こんな感じですね。はい、まあこれといって特に欲しいなと思うのは、見つかりませんでした。はいね、ちょっとね、こちらのお店ホビーホもね一緒になってるんで、ちょっとねカナダの被写体になりそうなフィギュアとかね、なんかいいのないかなとかっていうふうに思って、基本的にね、走行機兵ボトムズが好きなので、ちょっとこの辺ねいいなとはね、こうラビドリドッグとかもありますしね、この辺いいなとか思ってて、まあ1600円ぐらいだからいいなと思うんだけど、ちょっとな、なんか若干この細身なんだよね、これね。レッドショルダーカスタムとかもね、レッドショルダーカスタムでレッドショルダーだね、これね。はいね、ちょっとね、若干ちょっとね、なんか細身なんですよね。もうちょっとね、ずんぐりむっくり体型のね、ちょっとこれ、ね、ボトムズのフィギュアがね欲しいなと思うので、まあね、まあ結構ねかっこいいっちゃかっこいいんだけどね、この辺とかねかっこいいんですけど、ちょっと微妙かなと思って、いっぱいあるしね、これはね。はいはい、ラビドリドッグ、ラビドリドッグ、ね、ラビドリドッグでよかったんだよね、確か、はい、違うか、ラビドリドッグってアキーコ専用のやつか、これなんだっけ、名前忘れちゃったね。
ちょっとね一瞬買おうかどうか悩んだんですけど、なんか若干ちょっとこんなんでもね、なんかちょっとレンズ用、レンズ被写用のやつでね、なんかこういうのあるとなんかいいなと思うんだけど、家にあのガンダムの組み立ててないプラモデルとかもあるんでね、ちょっと今考え中です、ね、あとは興味そそるとしたらね、この本ダグラムもいいな。ダグラムね、あ、高っ、15,400円ですよね。さすがにダグラム15,000円出しちゃ買えないな。はいはい、ね、めっちゃいいのあるじゃんと思って見つけました。これね、はいね、スコープドッグね、これやっぱね、こんぐらいのちょっとねずっしり感がないとちょっとね、かっこ悪いよねっていうのもあって、これめっちゃいいなと思ったんですけれども、なんとね、お値段がすごいことに、お値段25,300円ですね。これメーカーバンダイのやつみたいですけどね、いやーこれめちゃめちゃ欲しいなと思ったんだけれども、3,000円、4,000円ぐらいだったらね買ってましたけれども、ちょっとねフィギュアに25,000円を払えんのかな。もうエルガイムもいいけどね、高いね、なんでこんな高いね、めっちゃフィギュアって高いんだ ね。エルガイムもいいね、エルガイムもいいけどこの金額払えんな、うん、悩ましい、ね、これはね、なんかちょっと変形するっぽいからちょっと高いのもなんかうなずけるような気もするけど、高いんだねこれね、いやーびっくりです ね。はいはい、ということでね、ハードフィー稲城矢野口店の方ねちょっと見てきましたけれども、そうですね、カメラ関係でいうと、ニコンのね、D700 が44,000円かな、それがちょっとね心惹かれたなって感じなんですけど、さすがにちょっとね、44,000円で今すぐねちょっとカメラを買う余裕が今ないので、まあ、ちょっと諦める感じですけど、ちょっとびっくりしたのはね、ホビーオフの方を覗いてみたら、あのスコープドッグね、まあ、安いちょっとねプロポーションがおかしいな、あの細っちいあのスコープドッグはなんか1600円ぐらいで売ってたんですけども、それなりにちょっとねあのかっこいいフォルムのやつが25,000円ぐらいしてたのちょっとびっくりだな、はいね、ロボットのフィギュアって高いんだね。ね、まあちょっとね、レンズテストとかねそういう時のはね自宅で室内でね、ちょっとしたテーブルフォト的な写真を撮る時にねああいったちょっとおもちゃがあるといいなと思って見てみましたけれども、まあ、ちょっと手が出ないんで、まあ、ね、予定通り稲城長沼駅のね、スコープドッグそちらの方をねこれから写真撮りに行こうかなと思っています。はい、ということで藤本動画ではね、またこういったねハードフ動画いろいろね、もう何回も同じお店来てますけれども、また撮っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。以上の動画でした。